こんにちは、9番館の翔子です。今日はこの、覚えてますか、私のアボカド第1号、こんなに大きくなったんですよ。この葉っぱすごいですよね。ただちょっとこうピュッと見てもらうと分かるのが、これかわいそうな葉っぱ、私の猫の仕業ですね。かじられちゃってます。今日は大きな、キャーやめて、今日は大きなポットに植え替えましたので、これからまたどんどん大きく成長していってくれると思います。それとこの前の覚えてますか、アクシデントで半分に割れちゃった種が早く芽が出るかどうかって話しましたよね。で、一応今のところの結果としては、半分で割れた子がこんななってるんですね。で、何がどうかってこう芽が見えるんですけど、これを観察して、この子を観察していて私が学んだことは、アボカドは芽が先に出るよりも芽から下の根っこの方が先に出てきますね。なのでこの子はもう根が出てきているので、土に植えてあげたいと思います。ので、今日、キャー、見て、割れちゃった半分、これってどうなるんですかね。でもこの半分の方に、これ見えますか、芽と根っこがこうもう出てきてるんですよ。なのでこの子を植えて、この子どうしようこの子どうしよう。でも芽がないからこの子はもう無理ですよね。なのでちょっと、はい、置いて、この子に土をかけて、元気になれとお話をしていきたいと思います。はい、では、で、あの時期にもう割れてる子がいるんですよとかって言ってたじゃないですか。あの子は全く今もまだ出てないので、まだ待ちの期間ですね。そしてあの時はまだ何にも起きてなかった子が下が割れて根っこが出てきてるんです。なので結果から言うと、アボカドは食べた日にちとは関係なく芽が出てきますね。なので気長に待って話しかけてあげてください。ではまた、さようなら。